なんかもうでもかっこ悪いね、もうそれちゃんと教えてよ。あのさ、刑事事件でもう検察出てるんだからそれぐらい取材させてよ。また会見の前に連絡して予約を取ってきてください。だからそしたら何しましたか。僕は大声で会見の妨害をしましたよ、ね。違いますよ。なので私はそれだ。そこを否定されるんだから。言ってるじゃないですか。会見のビデオは録音されてる。何度も言いますが、もうそこを否定されるんであれば私のこれ以上何もない。いいですよ。101の中での話をしてるわけじゃなくて何度も言ってるんだよね。わかります？理解できないですか？立花さんはそうおっしゃってます。そうですね。101の中での出来事を今ここ話してるわけじゃないじゃないですか。今警備の人がお越しいただいているのはね、そこについて僕は一切異議申し立てしてないでしょ。異議言ってないでしょ。それは妨害をしたというのを認めるということですか。妨害になると思って出されたんでしょ。それについて妨害をしたということを認める。もちろんあなたが妨害だと妨害しに来たということです。違いますよ。質問しに来たけども、あなた方がそれが質問が妨害だと質問しに来るにはそれなりの順序があるっていうのは大人は分かりますか。いいじゃん。そこはその大人が取るべき行動を取らずにいきなりやってきて、いきなり怒鳴り込んできて、外に出されて、外に出されたことについて文句を言う。あなた何歳？僕、外に出されたことに対して文句言ってないでしょ、さっきから。ずっと言ってるよ。違います。外に出てからの話を言ってますよ。出てから何？だから、出てから他の記者が入ってくるとあなたは妨害してましたよね。してません。え？あなた自分でビデオ持ってますけど。どうやって妨害したんですか、具体的に。記者が入りたいにもかかわらず、目の前に座って、大きい態度で、なんで出すの、なんで出すのって言うから、後ろの記者も入りようもなく、だから私が道を上げてあげなければいけない状況があった。どうぞ、どうぞって言ってるのもそれ音入ってますよね。何もかかわらずあなたはそのまま居座った。後ろの小さい女性ですよ。なかなか入るのが困ってるような女性。その女性を僕はどうぞって入れてあげた。その時にあなたの体に当たったかもしれない。ただそれを押されたと感じるのであれば、あなたは相当なクズですよ。もういいですよ、別にクズでもなんで。うん。だとしたら、私はもうクズに時間を使う時間はない。じゃあ、とっとと出ていきなさい。出ていきます。で、これで以上。出ていきなさい。はい。あなたも来るな。邪魔。だから、101の前に来るのはおかしいでしょって言ってるだけよ。あなたが101に来るのがおかしい。ちょ、あなたたちの会議室に入るかどうかについては、それを今話してるわけじゃないから。じゃあ何を話してるの？ 101 の前の共有部分について、何か言ったらわかるの？共有部分がない。共有部分についてここから立ち去るという権利はないでしょって言って。ここから立ち去るとは言っていない。あなたが文句を言って、あなたが押したんでしょ。行きましょうかと言って私が警備室も。だからもう何度も言ってもしたから、もう立ち去りなさいよ。名前もならないです、しかも。かっこ悪いね。名前なんて言うの？かっこ悪いね。言えない。ビデオに撮りたいからそういうふうに言う。ビデオに撮って別にいいよ。ビデオに撮って流すけど、名前も言えないんでしょ？言ってもいいけど。言わなくていいよ、もう。流れたら、俺の顔見たら大体わかる。いいよ、もう帰りよ、かっこ悪いから。はい。かっこ悪いのあれば。はい。見た人がわかるじゃん。見た人がわかるじゃん。刑事告発されてるんだよ、神谷くんは。ね、告発されてて、あなたたちが、神谷くんが刑事告発したことに無罪になったんだよ。だからもう。よかったじゃない。それを今訴えてるの。はい。はい、よかったね、はい。気持ち悪いね。はい、一番気持ち悪いのはお前だぞ。うん、そう、一緒じゃん、もう。近寄るの？はい。もう、あなたたちに近寄るなっていうか、あなたたちの方から来てるんだから。近寄るなよ。二度と近寄るのよ。嫌ですよ。欲しいから。はい。そうやって言われたら行きますから。何、問題をまた起こしに来るということ？もちろん、ちゃんと。だって、あなたたちは、ね、統一教会なら危険な組織だと言われても、無罪になるような組織なんですよ。僕はそんなこと言った覚えはない。だから、あなたたちのトップですよ、神は。それは無罪だとなってるんだったらよかったじゃない。よかったんじゃないですよ。それを、あなたたちが危険な組織だって拡散しなきゃいけないでしょ。まあ、こういう態度取ってたらそう思われても仕方ないよ。いや、だってから。ちょっともう、帰るって言ったら早く帰りなさいよ、かっこ悪い。お前はいつまでも喋るからこっちにいるんでしょ。だからもう帰って。なん帰ってよ。なん帰ってよ。なんだって帰るって言って帰らないのおかしいじゃん。いや、俺のために時間使うのもったいないって言ってるのに、矛盾してるじゃん。本当にもったいない。だから帰って。ちょっと館内の人と喋りたいから帰ってください。はい、はい。はい、もう帰ってくださいというよりも、本当に、まず口、犯人がいた方がいいよ。回してくださかった。